はい、どうも、キョペイちゃんです。さあ、今回ですけども、ライフアフターをやっていきます。いや、初実況だね。まあ、ちょこちょこね、やってはいたんだよね。まあまあね、省エネレベルとかも上がってて、一応今ね、5までは上げてはいます。まあ、武器とかね、防具とか、マジクソだけど。え、この防御ポイント、5って何低すぎる。これ何なの？これどうやって上げるの？まあいいか。まあ、今回何をするかというと、釣りをね、やっていこうかなと思います。なんで釣りをするかというと、あのね、錦鯉っていうのを釣ると、ここでね、これ、この称号、金色の称号がつくんだよね。これが欲しくて、ちょっとね、錦鯉を釣りに行こうと思います。ちょっと飯を食べたら、秋の森林へね、行きたいなと思います。さあ、着きましたね。あ、晴れてるね。晴れてるか、日中か。日中は嬉しいな。着いた瞬間さ、夜だったりとかさ、あと砂嵐来てたりするときってめちゃめちゃ萎えるんだけど、わかる人いる？共感してくれる人いるよね、多分ね。てかもうすぐ感染者、もう夜になるね。まあまあ、とりあえずね、無視して、ちょっと釣りをね、やっていこうかなと思います。この辺、あったね、どこにしよっかな。とりあえずその感染者に襲われずに、ゆっくりね、釣りができるスペースが欲しいんだよな。海の中、いやダメだよ、ダメだな。あの岩場にしようかな。お、ここいいんじゃない。でもここワンチャン橋から狙う。ここか、ここでやろう。よし、決めた。今回の釣りポイントはここでね、ちょっと釣りやっていこうかなと思います。だいぶね、一応餌とかも用意して、一応今釣り竿はね、ガラス細工のやつにしたのかな。こんな感じでね、釣り餌を持ってきたんで97個持ってきてます。で、オートで釣るとあのさ、取り逃がすじゃん、結構3分の1ぐらい、いや3分の1は言い過ぎかな、 20% ぐらいね、取り逃して、餌を無駄に消費してしまうんで、で今回はちょっとオートを使わずに全部手動でやっていく。まあそれでね、ちょっと100匹ぐらい釣れると思うんで、まあさすがに1匹ぐらいね、錦鯉釣れるでしょうということでやっていきたいなと思います。お、餌なくなった。マジか、97個餌使ったけど釣れなかった釣れなかった。こんな感じだね。何匹いる？1匹ね、ちょっと釣り逃したから。10、23、4、5、6。あー、やっぱ96匹だね。マジか、 1% ないのかな、釣れる確率。ツイッターで公式アカウントがさ、秋の森林で釣れますよ的なこと言ってたんだけどな。マジか。ちょっと餌を作ってね、ちょっと出直したいなと思います。さあ、ということでね、帰ってまいりました。今回はね、餌を90個用意しました。で、釣り竿もね、さらに新しいやつを3つ用意してきたんで、まあまあ途中でね、終わるってことはないでしょう。餌はちょっと使い切っていきたいなと思います。頼む、マジで。さすがにこの90個の餌でさ、来てほしい。今回もちゃんとね、手動でやっていくからね。ちゃんとそのさ、だって、なんていうのかな。錦鯉の、ゲージとか見たいじゃん。どんな感じでこう、ね、引いてくるのかっても見たいし。あと釣った後の、錦鯉一匹がいい。オートで釣ると、その時間中ね、釣った魚がこういっぱいバーって出てくるけど、一匹で釣れば一匹だけの写真が撮れるんで、どうしてもね、それが撮りたい。だから、ちょっとね、頑張って、オートを使わずに手動で今回もやっていきたいなと思います。いやー、頼む。これでマジで来てほしい。結構やってるぞ。さあ、何が釣る？来た！お、これは、ちょっと怪しい。こんな感じ、でもこれよりもっと小さいと思うんだよな、ケージ。フグかね、赤ティラピスとかなんかそんなやつだったような気がする。どうだ？ほら！やっぱりね。赤ティラピラ。赤ティラピアだね。
肉食のやつだね。さあ、まあこんな感じでちょっと頑張っていきましょう。誰皮を割らすな。誰か潜ってる皮を割らすなと言っているめっちゃゴモゴモって聞こえるな。あー餌なくなった。マジか、もう90匹。早っ。一応ね、今回の釣りの成果はこんな感じだね。くー、釣れねえなー、難しい。鯉がやたら釣れるんだね。はあ、まあ約200匹釣ったけど釣れなかった。90匹釣るのにだいたい1時間ぐらいかかるね、手動で釣ると。くそまあちょっとね、3時回ったんで、ちょっと今度は野営地の方でね、ちょっと気分変えて釣ってみたいと思う。なんかね、ツイッターとか見てると結構ね、野営地で釣り上げてる人も多かったんだよね。だいたい見た感じだと秋の森林で釣ってる人か、野営地のとこで釣ってるか、どっちかなんで、ちょっと野営地でね釣ってみようかな。さあ、ということでやってまいりました、野営地の釣り場。今回はね、ちょっとね、秘密兵器を用意した。あのカーボンの釣り竿、これをねちょっと今回は使っていこうと思う。ただこう見た感じね、あのガラス繊維の釣り竿と多分能力一緒なんだよな。最低150の耐久値が60で、最低150の耐久値が若干高いんだね、カーボンの方が。まあ、それぐらいか。前もね、一回使ったことあるんだけど、ガラスのやつとね、あのゲージとかは変わらないんだよな。あの木とか鉄だと、あのほらゲージの変化とかあるじゃん。鉄とガラスではゲージの長さの、同じ魚でも釣りやすさが変わってくんだけど、それがね、あのガラスとこのカーボン一緒なんで、多分ね釣れる魚的には一緒だとは思う、うん、なんか来たね。でもこれはさすがにな、こんな大きいゲージは違うだろうな。まあまあまあ、ちょっと長い戦いになるかもしれませんが、またちょっと頑張って釣っていこう。操業全然ダメじゃん。お、なんだこのゲージ。え、初めて。ちょっと来たんじゃない、これ。このゲージ初だぞ。こんな右寄りなの見たことない。待て、これ来たかも。錦鯉来たか、ついに来る。おい、なんだすっぽんってすっぽん、マジすっぽんなんてあんの。ちょっと待って、すっぽん魚に入んのかな。どこだっけ、どこでいいんだっけ。あのさ、釣りの王者っていう称号もあるんだよね。それ14種類釣ればもらえるんだけど、あ、13になってるわ。さっきは12だったから、スッポンも一応あれだね、カウントされるんだ。ってことは、あと錦鯉さえ釣れれば釣りの王者も一緒に称号もらえる。錦鯉の称号と一緒に。いやー、これどうしても釣りたいな。さあ来い。あー違うな、これは違うやつだわ。釣れん。え？うわ、来たー。やっと来たー。マジか。めったに見えない貴重な魚、一説では釣り上げた人全員前世で世界を救ったという。やっと来た。長かった。何時間？4時間ぐらいかな、ずっと手動で釣りしてた。やっと来てくれた。称号ゲットしたね。ちょっと見てみようかな。おー、来てる。釣りの王者と錦鯉、
両方ともこれ金だからね、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいわ。やっと来てくれた。いやー嬉しい、カーボンの釣り竿で釣れたね。いや今日日中にね、ミスカ大学をね、ジャムジャムさんと、あとポピさんとね、七瀬丸さんと行った時にね、ちょっとこの釣り竿の存在を教えてもらって、使ったら釣れた嬉しい。結構ねツイッターとかではガラス細工の方でも釣れてるっていう方が報告多かったけどね、カーボンでも釣れたわ、ありがてえ。いやー嬉しいな、これこの魚レアすぎて焼けねえよはい、てな感じで今回はねこの辺でちょっと終わりたいと思います。皆さんもねよかったら錦鯉チャレンジ頑張ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。